大切な政治的な動きっていうものに力強い反応を示してない。かすかな声で焦点の合わないような返事が出てると思うんですよ。だからそのためにはね、広島にもそういう横の連絡っていうかね、コーディネーションが必要になってきますね。でないとバラバラの声では弱い。確信を持ってほしいと。ただ口先だけで日本はその平和運動の先頭に立ってると、そうなりたいと、それが我々の究極的な目的ですと、そういうことは言ってますけれども、実際にはそれをしないと、前向きに走っていくっていうか、歩いていくっていうか、そのためには勇敢さがいると思うんですよ。私たち生き残ったものは二度とああいうことが他の人様に起きてはいけない、あれは人間が経験すべきことではなかったっていう、その確信を持っています。でそのためには法律でもって、その禁止条約で一応核兵器の生産だとか使用だとか、そういうことを抑えて、そしてまた次の工程っていうのは、その核廃絶に向けて働かなきゃいけないっていう、そういうプランができています。作り上げたもの、禁止条約っていうものが本当に法的な力を使うことができるように、そのためには50カ国が批准しなければいけない。それにはまだ程遠い。だからそこに日本の一票が必要なんです。